そうですね、多分実際プレーするときは足外出ないようにしたのかもしれないですけど、それがベルトですか？あ、そうです、ベルトとかで調整を、あの今ベルトとかで調整を。そうなんです、そうなんか多分バランス取るのにヒラックスがあるんだと思いますですあえてそれを使っている男子選手もいるんですか？わざと足を外に入れてプレーを外に入れてベルトだったら負けはいいんだけど。惜しかったよね。なんかもっとゴールが高いと入るらしい。今子供のサイズに合ってるから入んないって。でもなんか懐かしいよね。てかこの間やってっけんね、ワールドホール。なんか高校生ぐらいを思い出すから。楽しいよね。だから本物のさ、車椅子バスケってこんな平和じゃないから。もうガチャガチャ当たって車椅子ひっくり返ってきて、お前何してるの？でも生傷が絶えないし、さあ、スーパーエース投げるよ。平和に動く。車椅子乗り心地は？足広がっちゃうから抑えたいよね、そこは。もう結構いいんじゃない？でもこの後ろがなかったらもう絶対ひっくり返るから、これ。いつも回転はできますか？え？回転。何が？回転回転くるくるくる。もうすげえ。早っ。
キャンバーがついてる分より早く回転できる。いつものようにやったら目回る。そんな中力いらない。ちょっと1回だけいつもね。え1回だけ継続力で。あた、引っかかる引っかかる。足を押さえたいね、やっぱ。ああ、目が回る。早い。目が回ります。ああ、クロックロック。はい、今日運動してるよ。2年分ぐらいの運動してる。めちゃくちゃ運動してる。いっぱいですよ。夏休みみんなで遊ぼう、学ぼう、体験しようフェスティバル、エンジョイオリンピック、パラリンピック。なんかあのワンチャンボッチャの選手もなんかまだあの選手パラリンピックのメンバーあれらしいんでなれるんじゃないかという話でしたけど、コントロールじゃダメだよね。だってさ、こいつらに負けてんだからダメでしょ。ダメでしょ。ね、本当に。楽しいです、本当に。まだこれしかスタンプ溜まってないじゃん。はい、あと1回やった方が勝ちね。あと1回やった方が。まだまだあるよ。始まります。